はい、エンジョイランのリョウです。ストレッチやってますか？これね、やっぱり呼吸を考えながらやるのと、ただただ形だけニューってやって、全然違いますよ、効果が。これもやった人にしか本当わからないと思うんですけども、もちろんこれ反対側もまあ行くわけですけど、まあ、これの一つ応用編で、これをこういうふうに、まあ横にさっき来たんだけど、これをねちょっと後ろに手を置いて後ろに回す。この場合は頭に手を置いてもらった方が絶対いい。頭もここじゃなくってこの後ろ側ね、親指で耳を持つぐらいの感覚でいいです。でぐーっと来たらめっちゃねじれるんですよ。違う角度からいこうか。後ろから行くぞ。こう行くでしょ、耳持つでしょ、この手をちょっと横やるでしょ、ギューってねじるんですよ。で顔は下かな、床を見るような感じで行く。ここが最初のはこう行くだけなんだけど、今のはウエストがねじれてくるので、この脇腹のあたりから腰にかけてめちゃくちゃ筋肉が伸びます。ストレッチはとにかく疲労回復をさせる体ケアです。ぜひやっていただきたいと思います。ではまた。